久しぶりにそのユニフォームを今日、まあ、後ほどまたあの聞きますけど、ずいぶん久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。なんかのイベントで、はい、ここでゲームがあってね、はい、西本さんも来られた時だいぶ昔だったけど、はい、久しぶりに来ました ね、 ですよね。今パッと鏡見て目覚めました、ね、僕らもやっぱりそれが一番僕らは大佐さんの選手代も含めて、うん、あの8番、うん、そろそろ移動させていただきたいと思います。1972年にドラフト2位で近鉄バファローズに入団。探求心があふれるプレースタイルで攻守ともにさまざまな取り組みでレベルアップ。近鉄史上最高のキャッチャー、後に名監督となるプロ野球界の伝説だ。東京選手の一角としてそして後の監督として活躍されました那須田真嗣さんです。背番号8番の後輩が背番号8番の偉大な先輩にその席を譲りました。TV をご覧の皆様、こんにちは。いやー、久しぶりですね。もう10年以上経ってるそうですね。いやー、新鮮というか、来てる時はそうでもなかったんです。鏡を見てね、ちょっとえっというぐらい、もうちょっとで還暦なんですけどね。なんか若返ったね、当時にこうタイムスリップしたような感じでね、ちょっと若く感じましたね、そうですね、もう本当にあの、なんていうんですかね、このユニフォームになった時にえらい斬新でね、帽子もそうですけども、こんなユニフォームと思ったけども、なんかそれが子供さんたち特に可愛くてね、今日たくさんの方がね、ユニフォームを着られ、あるいは帽子をかぶられてね、まあ近鉄バファローズってやっぱりみんなから愛されてるんだなというねことを感じましたしね、目立ちますよね。特にこの赤がこうなんか闘争心をね、こう通、ね、ってると、そしてこの角がというね、まっすぐにこう突き進むというね、そういうイメージはありますね。やっぱりしばらく投げてないしね、受けた方が、まあ、当然キャッチャーだったんでねと思ったけども、思った以上にあの俊太の球がね伸びてきましたね。伸びました、うん、多分俊太も緊張したって言ってましたんでね、緊張したボールが来て緊張したミットに伝わってコロコロっとね落ちたっていうね、まあまあ、年齢的なものもあるでしょうけど、ね、そうですね、近鉄時代もあそこにはあんまり座ってないですからね、当然コーチになってからしか、この大阪ドームっていうか京セラドームにね、ホームプレートにないから、バッターボックスには立ったことあるんですけどね、受けたことはあんまりないと思うんでね、ちょっと違った感じと言いますかね、以前よりもボールは見やすくなった感じしますね。最初の大阪ドームができた時のちょっとブルーのイメージからすればね、非常に濃くなりましたね、非常にボールが見やすくなった、そうですね、まあ僕ら入った時はね、日生球場あるいは藤井寺球場というところを使いながらね、その球場がなくなって、まあ、大阪ドームへ移ってから本拠地にしてたところですからね、なんか思い出深いし、2001年の優勝、2004年の合併がありね、それからまあサード側にはベンチとして何度も来たんですけどね、こうやって一塁側の方から出るってことはあんまりなかったんでね、非常に懐かしくて、感慨深いものがありましたね。今のところね、上位というか1位、首位と 8.5 ゲームということでね、十分チャンスがありますし、阪神タイガースでも十分チャンスがあると思ってますし、故障した選手もいますけどね、残った選手で元気なものだけでね、戦うしかないんでね、
みんな力合わせて戦ってほしいということと、ファンの皆様には一人でも多くね、球場に足を運んで、しっかり応援してあげることによって、選手の背中をドンとしてあげることによって、クライマックス、あるいは優勝というのがね、見えてくると思いますので、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。